とじゃよ。あ、ともぴーさんチャンネル登録ありがとじゃね。あ、みんなこんばんは。あ、まこさん大丈夫そう。ありがとじゃね。またひろさんありがとうの。ね、最後寝落ちするまで見守ってくれちゃったんで、ありがとう。で、昨日のね、昨日と今日の境目の配信の時のね、結果はね、ツイッターでね、ご報告した通りなんじゃけど、ね、そう、今日はね、ついに、うちが企画したね、ルームマッチの配信ね、やるよ。ね、今日はガチバトル。そうね、ジノさんね。これね、スペちゃんの真似してみた。みんなコンボイジャイ遊びに来てくれてありがとう。ちょっと先にね、待機してくれちゃった人のお名前読みさせて。ね、マリアさん、待機ブリザードありがとう。マコーさん、ありがとう。大変じゃったら寝ても大丈夫じゃけんね。ヒロスンさんも遊びに来てくれてありがとう。ヒロポンさんも待機ありがとう。ヒロさんも待機ありがとうじゃよ。ヘイストラさんも待機ありがとうじゃね。ジノさんも、KBY さんもありがとう。あ、ギリギリ書いて間に合ってよかったね。スカイゼロさんもゼルクさんも、キッシュさんも、ね、一緒に遊ぼう。崩壊惑星さんも、あ、下月さんも、アイリンさんもこんばんはじゃね。コトさんもこんばんは。ヒロさん、ありがとね。ごめんね、すごい。ね、ここしばらくちょっと配信が長引いてしまって申し訳ないが。ね、あ、うん、ヒントラさんね。ルードさん、これ、一応、素材だから大丈夫かなって思ってるんじゃけど。ねえ、そう、モチーフ、真田モチーフじゃからね。ねえ、そう、まさひろさん、そうそう。あ、ダミニさん、いらっしゃい。あ、ありがとう、椅子取れたよ、うん。ね、あ、ジノさん、ありがとう。みんな、アーカイブ追っかけてくれて、本当ありがとうじゃよ。すごい嬉しいね。重いじゃね。あ、月城さんも、ね、ルードさんも、いらっしゃいじゃよ。あ、タッキーさんも、こんぐいじゃね。重いじゃね。早速。ねえ、ここからね、場所変えるが、ちょっと待って。よいしょ。ほいじゃね。これからね、みんなでね、スペちゃん、史上最強のスペちゃんを決めるね、ルームマッチ開催するが、うちがこれからお部屋開設するから、そこからね、みんな入ってくれると嬉しいが。譲りません。レジロ家の名は伊達ではないのです。あ、ひよこちゃん、いらっしゃい。これね、この前ね、みんなで見た NHK マイルカップの、素材が残っちゃったから、これをね、うまいこと改変させてもらったね。皆さんの思いが、はい。以上、以上。面白いレースにしてくれよな。13番が本物のスペちゃん。ほんとじゃね。レジェンド。ね、これはね、さっきのマックちゃんに勝負挑もうとしちゃったところじゃね。エキシビジョン、ルームマッチ。あ、ほんまに、まさひろさん、よかったら配信中に間に合ったらで、ええから並走しとっても大丈夫じゃよ。開催 SID を入力することで他のトレーナーさんとレースを楽しめますよ。はい、有馬記念。
印象。詳細モード。ルーム名はね、総大将。あ、みんな13番に書き寄るね。これは16人しか入れんのよね、有馬記念だからね。パパさんいらっしゃいね。素材だけど結構すごい、知っちょる人じゃったらすごいレースになりそうね、これ。出走時間、変更して、ね、コミュニティとかに今概要文にも書いてあるけど、レギュレーションは夏っぽいで、両馬のみんな絶好調。ほいでほいで、育成ランクは上限なし。ラビニさん、かけてしまう？あ、そうなんじゃん。あ、残念じゃん。ルームマッチに参加するウマ娘を選んでくださいね。参加できる人の、参加するときは、ウマ娘の子、一人だけじゃよ。はい、桜爆心王です。はい。スペシャルウィーク、日本一を目指します。はい、うちの初めての S スペちゃん。ルームマッチに参加するウマ娘を選んでくださいね。みんなにスペちゃん総大将のね、赤いお洋服でお願いするが。あ、プライベート設定。レース ID を入力することで、他のトレーナーさんとレースを楽しめます。あ、出走馬娘指定できよる。スペちゃん。プライベート設定、あ、プライベート枠は設定せんといけんね。あ、そう、スカイゼロさんね。そう、今夏じゃから。どうしよう、でも、せっかくじゃからね、今ね、観戦で見に来てる人たちも遊びに来てほしいが、多分うちがフォローできてる人もおらんはずじゃね。一旦これなしていくが。あ、流氷さんこんばんは。いらっしゃいじゃねえ。ルームマッチに参加するウマ娘を選んでくださいね。はい、ゼルクさんね、うちも夏スキルは取れんかったが。よいしょ。ほいじゃほいじゃ。レース ID を。ねえ、トモピーさんね。ちょっと待ってね。これ今コメント欄に貼るが。ちょっと待ってね。よいしょ。あ、月城さんね、あ、金主さんありがとう。あ、スカイゼロさんもありがとうじゃねん。エイトラさんもありがとう。あ、積み木くずしさんもいらっしゃいじゃよ。あ、ヒロスンさん、コタさん、いらっしゃいじゃね。お、すごい、みんな SS、S プラス、SS。あ、ひよこちゃんもいらっしゃいじゃよ。タービンへの思い。時代を担うもの。ね。よいしょ、よいしょ。あ、ワクワさんも来ちゃる。ワクワさん S じゃん、すごい。ジュンさんもいらっしゃいじゃね。ゼルクさんもトリカラさんもヒロさんもいらっしゃい。おー、日本総大将どんどん来てる。みんなありがとう、すごい嬉しいね。すごい、トモピンさん、友人じゃ友人。タッキーさんも遊びに来てくれてありがとうじゃね。ほいじゃほいじゃ、これ早速繰り上げ出走するか。よいしょ、出走、みんなで走るね。ほいじゃほいじゃ。総大将、史上最強の総大将を決めるレース、スタートじゃねえ。
ね、感染も全然 OK じゃよ。ね、うん、2戦目もやろう、2戦目もやろう。レース。はい。おー、うち14番じゃん、みんなすごい。トモピンさん2番。一番人気はどの子かいね、どの子かいね、どのスペちゃん？あ、コタさんの、コタさんのスペちゃんが一番人気じゃん。あ、アイリンさん、うん、了解じゃよ。に、2回目もやりよるからちょっと待っちゃってね。ひだてん走り。ね、みんなすごい。いろんな二つ名つけちゃるね。ほいじゃほいじゃ。次行くぞ。14番人気は7番スペシャルウィーク。結果を残すのは難しいかもしれませんが、客室そうね、みんなも見てみようかいね。経験を糧にしてほしいですね。道中のペース配分も気をつけたいですね。じゃあみんなのね、ちょっとあの紹介で見ていくか。メンタル面の成長が欲しいです。ペイストラさんのスペちゃん6番人気です。ライバルたちは強力ですが、すごいスピードカーストしとる。前目につける先行策でスキルも欲しいですね。すごい、ウースちゃんのスキル持っちゃる。日本一持っちゃる。プロフェッサー持っちゃる。ほいじゃほいじゃ。次3番人気、ジュンさんスペシャルウィーク。この金ピカ金ピカ、もう日本一のママ娘持っちゃる。この子の鋭い差し足が炸裂するか期待しましょう。ね、差しじゃん差し。次11番人気はワコーさん、うちと同じ差しじゃん。結果を残すのは難しい。賢さ SS すごい。経験を糧にしてほしいですね。一生懸命走るのですが、もう少し。おー、すごい日本一のママ娘持っちゃる。うちと同じ一番星じゃん。はい、スカイゼロさん、スカイゼロさんの厳しいメンバーですが、健闘を期待したいですね。スピードとこ根性 S じゃん。迫力の両立がこの子の課題ですね。ね、大巨漢、うちと一緒に怒涛の追い上げ持ってる。ね、みんな差し。ね、キッシュさんも差し。おお、スピードカーストしてる。経験を糧にしてほしいですね。推進力と持続力の両立が、ね、おお、10万馬力。あ、すごい、ここ全部20万あるじゃん、強いね。あ、ルドルフ会長のスキルじゃないかね、これ。あ、はやさんいらっしゃい。ちょうど今ね、あの出走者のステータス見ちょるところよ。13番次はタッキーさん。16番人気です。結果を残すのは難しいかもしれませんが、経験を、おー、全身全霊持っちゃる。いいな、全身全霊持っちゃる。末客の一番強いやつじゃん。欲しいところですね。ね、あ、これあれね、丸善姉さんのスキルじゃん。あー、すごい、逃げ逃げじゃん。逃げのスペちゃんじゃん。すごい。14番スペシャルウィーク。ジュンさんの先行のスペちゃん。おー、スピードカウントしてる。経験を糧にしてほしいですね。一生懸命走るのですが、ビリティーオブハート、これは誰のスキルかね。力が欲しいところですね。なんか見覚えあるんだけど、サシのスキル、クリークママじゃったかいね。ねえ、タッキーさんね、すごいね、すごいね。あ、クリークママのスキルね。先行でスタミナバッチリじゃねえ。15番スペシャルウィーク。コタさんの、おお、コタさんエースばっかじゃん。すごい。この子の持久力を見せつけるには絶好の舞台ですよ。持久力、追い込みじゃんって。コタさん一人追い込みのスペちゃんじゃん。強攻策、あ、 YT さんいらっしゃい、こんばんは。今ね、みんなのあの育てたスペちゃんを見ちょれ。ねえ、そう、スタミナが課題じゃんよね、やっぱり。遊びはおしまい。あ、ゴレッチャのスキル持っちょる。12番人気はユーマさん、イダテン走り、これすごい。この2つの好き。かもしれませんが、経験を糧にしてほしいですね。スピード SS すごい。メンタル面の成長が欲しいです。はい。あ、すごい、日本一のママスネ持っちゃる。あ、アンスキじゃん。
逃げのスペちゃんじゃ、逃げのスペちゃん、イタテン走りに期待じゃねえ。15番人気は1番トリカラさん、トリカラさんもエースじゃ。スピード経験を糧にしてほしいですね。道中のペース、何改装かな、改装かな、何これ、何これ、すごい乗り換え上手。いやこれすごい、差し上手そうじゃねえ。よいしょ、7番人気ヒロさん、ヒロさん、おおすごい、スピードカーストする。道中のペース配分に気をつけたいですね。ね、メンタル面の成長が欲しいです。アイリンさん、もうちょっと待っててね。よいしょよいしょ、レッツナボリッカ、おおすごい、金ピカじゃん、打ち大将じゃん、打ち大将。あ、アイヤさん、スパチャありがとう。あ、ねえ、二回戦もやりよるから、ちょっと待っちょってね、ありがとうじゃよ。三番、スペシャルウィーク、五番、ひよこちゃん。ライバルたちは強力です。ひよこちゃんのも、おお、エスじゃ、エスプラス。この持久力を見せつけるには、絶好の舞台ですよ。おお、すごーい。みんな日本一の馬娘持っちょるね。ねえ、ルドルフ会長のじゃん。よいしょ、実力は引けを取りません。トモピンさん、4番スペシャルウィーク、1番に、おーすごい、 SS プラスいっぱいついちょる。芝のコース、まるちゃんこんばんは、できそうですね。いらっしゃい、じゃよ、遊びに来てくれてありがとう。はい、よいしょ、5番ヒロセンさん、これ以上ない仕上がりですね。おーすごい、この子の持久力、もうみんなのスピードと、ね、すごいスタミナもすごい、 SS じゃねえ。怒涛の追い上げ、うちと一緒じゃん、うちと一緒。ここ先行コーナー20丸、コーナーに強そうなスペちゃんじゃねえ。あ、中山レース場20丸になっちゃる。6番ゼルクさん、ちょっと厳しいメンバーですが、何これ、何これ、迅速、道中の中盤で速度が上がる、すごい、メンタル面の成長が欲しいです。攻防エンジン、何これ、かっこいい名前のスキルじゃねえ。ねえ、みんな仕上げてきちゃるよ、仕上がっちゃる、仕上がっちゃる。ねえ、あ、ねえすごい、スピードに尖っちゃる、スピードに尖っちゃる。14番人気、7番スペシャルウィーク、はい、ほいでほいでね、こっちはね、この前のね、昨日の配信でね、お見せしたからね、もうみんな知っちゃると思うけど、こんな感じじゃね。メンタル面の成長が欲しい。はい、お待たせしたが、ほいじゃほいじゃ、早速レース始めるね。ねえ、まるちゃんね、いや、今日はね、すごい、最強決めるレースだから、みんな、ガチで来てもらわんと困るね。ねえ、みんな頑張れ。ほいじゃほいじゃ、早速始めるね。出走！おー。中山芝 2500m、 晴れ渡る空の下行われる中山レース場芝 2500、 おー、15人の馬娘たちが挑みます。現在1人にはね、アイリンさん、みんなありがとう、朝倉さんもありがとうじゃねえ。実力は負けていません。2番人気三冠馬娘、4番みんなかわいい、中国の三冠馬娘、7番スペシャルウィーク、4枠7番での出走、火花散らすデッドヒートに期待しましょう。各馬娘ゲートに入って体勢整いました。スタートです。おお、出走、切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。おお、スペちゃんが一番じゃね、スペちゃんが一番、スペシャルウィーク4番スペシャルウィーク、期待通りの結果を出せるか、一
番人気、15番スペシャル。すごいすごい、逃げのスペちゃんもちゃんと早い。ねえ、このレースはスペシャルがきっと勝つね。長丁場のこのレースですが、13番スペシャルウィーク、早く先頭に踊り出た。おー、プロフィッサー発動してる。スペシャルウィーク、13番スペシャルウィークと16番スペシャルウィーク、2人とも鼻は譲りません。鼻は譲らん。まずは1名、正面スタンド前に入った。先頭から後方まで縦長の展開だ。後方の馬娘が差し返せるのか、気になる開きです。すごい。順位を振り返っていきます。先頭はどこ吹く風来ちゃう。スペシャルウィーク、第1コーナー回って、13番とトモピーさん、16番今度プロフィッサーとマエストロじゃん。スペシャルウィーク、一馬身離れて4番スペシャルウィーク、少し離れてね、スペシャルウィーク、すごいすごい。その後ろ8番スペシャルウィーク、後ろ6番スペシャルウィーク、一馬身差14番スペシャルウィーク、おー、一馬身離れて1番スペちゃんいっぱい走ってる。それを見るように7番スペシャルウィーク、一馬身離れて2番スペシャルウィーク、向こうの右側先頭からしんがりまでおよそ12馬身、先頭は以前すごいすごい、一馬身リード、みんな大接戦じゃん。2番手に外から6番スペシャルウィーク、そろそろじゃん、そろそろ動くよ動くよ、レースが内の方から4番スペシャルウィーク、5番手に13番スペシャルウィーク、じゃあ14番みんな怒涛の追い上げ来ちゃう。内を回ります、8番スペシャルウィーク、あ、内も怒涛の追い上げ来ちゃう。7番スペシャルウィーク、少し離れて、おーすごいすごいすごい、みんな追い上げてきちゃるよ、みんな追い上げてきちゃるよ、おーおー、大接戦じゃない、大接戦大接戦、おお、6番スペシャルウィーク抜け出した、残り200、おーすごい、あ、逃げ切っちゃう逃げ切っちゃう、おーすごいすごい、開いた、1着でゴールイン、実力を遺憾なく発揮しレースを制した。6番スペシャルウィーク、見事に6番のスペちゃんレースを制しました。ねえ、ひろぽんさんね、実況者さんすごい、次はもっといい走りがしたいです。すごい、うちやった、入着しとるうち入ってる、うち入っとる、あ、ゼニクさん、すごい、ゼニクさんおめでとう。第1回戦はゼニクさんが1着じゃん、おーすごい、うちも4着に入っとる、嬉しい、入着できた、ねえ、トモピーさん、2着。いや、みんなすごかったね、最後の追い上げ。見た見た、最後のシーバンのあの、スキルのラッシュ。うち、あれが見たかったね、すごい。いや、みんな、タイアリじゃよ、タイアリじゃよ。いや、すごいね、みんな。ねえ、すごい、すごい。いや、純さん、うちはね、みんなにすごいアドバイスしてもらって。ね、これあの、うちの名前も入っちゃるけど、みんなの名前も入っちゃるね、これ。ね、配信で応援してくれた人のね、すごい、あれが入っちゃるスペちゃんじゃね。出走リスト保存。あ、これしとこう、保存しとこう。なにこれ、なにこれ。ね、ゼルクさんおめでとう。ね、予想通りスペちゃんが1位じゃった。ねえ、ジュノさん対戦ありがとうじゃね。ほいじゃほいじゃね。次行くが、2回戦やろう、2回戦。あ、フォローしとこう、フォローしとこう。上下に立つある。に。ごめん、ちょっとみんな、後でフォローしたいが。フォローできない。ごめんね、ちょっとみんなフォローしたいに間に合わんか。同じ条件で、あ、今回のレース保存食。同じ条件で解散やる。ねえ、そう、もっとフォローしたい、もっとフォローしたい。ほいじゃほいじゃね。2回戦やるね。さっきのね、レースに参加してない人、次から入ってほしいか。ねえ、そう、和光さんね。
ょ、ちょっと待ってね、コピーしよる。よいしょ。あ、固定できとらんかった。ごめんごめん。よいしょ。次の人いらっしゃい。あ、テニスのお兄さん、KBY さんもいらっしゃいじゃよ。ダビニさんもいらっしゃい。クロイさんもいらっしゃいじゃねん。あ、高天原さんかな。よろしくじゃねん。あ、上の方。あ、そうね、この配信を見ちょる人だけが今のところ入れる感じにはなっちょるかな。あ、ヒロセンさんありがとうじゃねえ。うん。あ、積み木崩しさんよろしゅうじゃねえ、よろしゅう。ニットさんも若葉さんも、ねえ、まさひろさんもいらっしゃいじゃねえ。あ、ナナさんいらっしゃい。ナナさんいらっしゃい。マリアさんも、あ、ねえ。いらっしゃいじゃね。あ、クライシスさんもいらっしゃい。あ、すごい、Aランク初めておめでとうじゃよ。あと3人、あと3人。大丈夫そう、みんな。まだもう少しお時間ちょうだいね。あ、YT さん、YT さんいらっしゃいじゃよ。え、みんなすごい並んじゃる。ねえ、トモピンさんね、頑張ったらこれ、ねえ、この頑張ったスペちゃんね、ちゃんみにも出したいよね。ねえ、そう、今回はね、そう、みんなね、すごい。ねえ、S ランクの子が多くてから、うん。あ、タッキーさん、ありがとうじゃねえ。あ、内田さん、あ、テニスの鬼は、内田さんね、ありがとうじゃねえ。はいはい。あ、あやさん、いらっしゃいじゃよ。残りの2枠はどうかいね、残りの2枠。これでちょっと待ってね。よいしょ、お待ちしながらちょっとこれで2戦して、上位の人で、ね、上位の人で決着つけたいが、上位、入着した人を集めてね、やるべきじゃに入着した人。ねえ、ゼルクさんね、そうそう、もっと保存したい。あ、ふかふかめしさん、こんばんは。遊びに来てくれてありがとうじゃよ。ねえ、クライシスさんね、チビキャラかわよい。あ、決着、ねえ。みんな大丈夫？あと、2枠空いちょるけど、どうしよう、ほいじゃったらちょっと残りの間席はさっき参加した人で、もう一回リベンジしたい人、募集するべきかね。ねえ、和光さん、すごい賑やかじゃねえ。ねえ、最終の3回戦目は、上位の入着者でね、来そうか？ね、我こそはリベンジしたい人。ね、さっきのレースで入着まで入りきらんかった人、よかったら参加してほしいが。ね、そう、マリアさんね、うん。あ、さっきで来たスペちゃんなの、ほんまに？あ、ヘイストラさん、いいよ、いいよ。入っていいよ。今、2つ空いてるから、OK じゃねん。お、ワクワさん、いらっしゃい。残りの1枠、誰が間に合うかねん。
ちゃほいじゃほいじゃ。よいしょ。ねえ、そう、入着した人はマッチョって大丈夫じゃよ。マッチョくって大丈夫。よいしょ、レース。流氷さんね、流氷さんね。今ね、そう、結構ね、サクサク進み寄るから、3回目どうしようかなと思っちゃう今。今ね、1回戦、2回戦で、ね、参加したい人だいぶ埋まったはずだから、さっきのね、入着に入りきらんかった人で3回戦やって、上位入着の4着の12人でレースしても良いかもしれんが、どうかね、どうかね。あ、ゆるっとさんいらっしゃい。遊びに来てくれてありがとうじゃよ。うちは14番に変わらずじゃねえ。あ、そうね、そうね。勝負後にじゃあまたみんなで、ね、そのさっきの、また集まるのやるね。はい。ほいじゃほいじゃ、次行くが。9番、スペシャルウィーク、14番人気です。うちは9番じゃん。難しいかもしれませんが、経験を糧にしてほしいですね。3番人気は、あ、積み木くずしさんありがとうじゃよ。逃げの子おらん、今度は。追い込みの子がすごい多い。ヘイストラさん。おー、すごいヘイストラさん。金ピカいっぱいじゃん。6番人気、11番。ラビリーさん。ライバルたちは強力ですが、構想を期待したいですね。おー、右回り。有馬記念に合わせた設定になっちゃる。そうですね。カンストシャルすごーい。12番スペシャルナナさん、ナナさんのスペちゃん。結果を残すのは難しいかもしれませんが、スピードとパワーがカンストシャルね。道中のペースナナさんで10番人気なの、嘘でしょ。メンタルの成長が欲しいです。ねえ、すごい。あ、怒涛の追い上げ持ってる。やっぱり5番人気は13番あゆさんのスペちゃん。ライバルたちは強力ですが、放送を期待したいですね。日本一のママ娘持ってる。力を十分発揮できそうですね。おー、賢さがすごい SS じゃん。スピードも SS プラスの1200。ねえ、2回目もすごい、これ盛り上がりそうじゃよ。9番人気は14番テニスのお兄さん。ちょっと厳しいメンバーですが、検討を期待したいですね。SS! すごーい。みんな根性よう上げられるね。すごいがねえ、すごい。あ、どこ吹く風持ってる。強いね、強いね。15番人気、15番。ムケロニットさんのスペちゃん。結果を残すのは難しいかもしれませんが。おー、カーストしてる、カーストしてる。道中のペース配分に気をつけたいですね。みんな強行策持ってる。これすごいね、これすごいね。追い込みのスキルね。11番人気は16番。ねえ、ポポさんね、本場育成流行っちゃるね、本当に。難しいかもしれませんが、経験を糧にしてほしいですね。若王さんのスピちゃん。もう少しスピード感と力強さが欲しいところですね。ね、和光さんもすごい。賢さ4上げちょるね、本当に。SS プラスすごーい。16番人気は1番、スペシャルウィーク。結果を残すのは難しいかもしれませんが、黒井さんのスペちゃんじゃねえ。欲しいですね。一生懸命走るのですが、もう少しスピード感と力強さが欲しいところですね。ねえ、すごい。おー、注目のドリコって何これ。レース序盤にコース取りがすごく上手くなる。すごい、これ欲しい。全身全霊いいな。末脚のすごい番じゃねえ。あ、クライシスさんよろしくじゃよ。あ、上振れた時もね。そうそうそう。
実力は引けを取りません。ケビン、マイさん、おお、すごい SS ばっかじゃん。一番こそ譲りましたが、素質は負けていませんよ。この子の持久力を見せているには、ね、すごい金ピカばっかじゃね、金ピカばっか。えいしょ、次8番人気は3番、ね、スペシャルウィーク。まさひろさんの、まさひろさんのスペちゃん、健闘を期待したいですね。おー、道中のペース配分に気をつけて。うちと同じぐらいじゃない、うちと同じぐらい。の成長が欲しいです。おー、潜伏対戦、どこ吹く風。おーおーおー、あ、うちと同じ末客持ってる、末脚。4番スペシャルウィーク12番人気です。マリアさんのスペちゃん、かもしれませんが、おお、すごい、を糧にしてほしいですね。スピードとスタミナカンストする、あの育成サイトみたいなの、スペちゃんはスピードとスタミナね、よう鍛えたら良いね。会長だけどすごい、長距離と先行も SS ついとるね。1番人気は5番、つめぎくずいさんのスペちゃん、を集める、おお、パワーカウントする、パワーとスピードカウントする、追い込みじゃん。ラビニさんね、負けくって読んじゃうし、末足って読んじゃうね。長距離 S すごいよね。あ、両馬の鬼持ってる姉さん、どこまで食らいつけるかじゃね。積み木崩したのすごい強いね。6番スペシャルウィーク、はい、13番人気です。これがのマイキーさんやんちょとかいね、マイキーさんね、経験を糧にしてほしいですね。一生懸命走るのですが、ね、あ、マイキーさんやんちゃる、マイキーさんのスペちゃん、ねえ、内田さんね、うちもね、S 欲しかった。S もらったんだけど、うちマイルじゃったんよ、マイル。スタミナグリード。これあれじゃね、あの、あれ、カフェちゃんのじゃん、カフェちゃんの。すごーい。カフェちゃんのスキルを持った、スペちゃん。7番人気は、7番、スペシャルウィーク。アイリンさんのスペちゃん。おー、アイリンさんのスペちゃん、すごーい。気をつけたいですね。SS プラスの S プラス、でも YT さんのスペちゃんもすごい強そうじゃよ、かっこいいね。おーね、スタミナグリードすごいね、どんでん返しの予感がするね。ソムリエ持っちゃれ、ソムリエすごい、みんな金ピカスキルいっぱい持っちゃるね。4番人気は8番、ね、スペシャルウィーク。若葉さん、若葉さんのスペちゃん、を期待したいですね。この子の持久力を見せつけるには絶好の舞台ですよ。お、やっぱりみんなプロフェッサーは取っちゃかんだけよね。うん、強行作、これうちも今度ね、追い込みの子育成するときちょっと取れるようにしたいな。すごい、お名前かっこいい。ねえ、そう、大健闘ね。うん。いやー、エリーさんね、スタミナ伸ばすの大変じゃね、これ。うちもすごい苦労したか？不沈感抜病！おー！ゴルスちゃんのスキルを受け継いだスペちゃんじゃん。14番人気は9番、スペシャルウィーク。結果を残すのは難しいかもしれませんが、ほいじゃほいじゃ、経験を糧にしてほしいですね。早速、レース始めるね。ベース配分に気をつけたいですね。メンタル面の成長が、緊張するがね、みんなの日本の総大将、クライマックス王者、時代を担うもの。おー、今回は王者の精神ね、楽しみじゃね。早速早速じゃ、出走じゃね。あ、にゃんこさん、こんぐい、今ね、2回戦が始まったところじゃね。上位のね、あの、入着した1位から4位の人まで絞りよるよ、今。はい、中山芝、2500メートル。晴れ渡る空の下行われる中山レース場。
芝2500。うちは確か9番でね、9番。あ、下月さんね、ファイヤーありがとう。三冠馬娘、5番、スペシャルウィーク。頑張りぞい。この子は少し不満か ?2 番人気はこの子。三冠馬娘、2番、スペシャルウィーク。注目の三冠馬娘、9番。うち9番。スペシャルウィーク、5枠9番での出走。ねえ、称号を見るのも楽しいね、エリーさんね、すごい。気合い入れてほしいですね。みんなのね、トレーナーさんのね、すごい。趣味が出てくるね。スタート。各馬娘、はい、綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。先行争いは13番スペシャルウィーク、4番スペシャルウィーク、7番スペシャルウィークねえ、スペシャルいっぱい馬券かけちゃう。1番人気、5番スペシャルウィーク。第4コーナーを進んで直線へ向かう。13番スペシャルウィーク。すごいすごい、え、逃げの子いなかったのに一人なんかすごい逃出して走っちゃう子おるんだけど。3番手には11番スペシャルウィーク。すごいすごい早いね。7番スペシャルウィーク、12番スペシャルウィーク、5番手、9番スペシャルウィーク、並んできた。差がなく2番スペシャルウィーク、そしてその後方には8番スペシャルウィーク、5番スペシャルウィーク、並んでくる。外からねえ、みんなスペちゃん応援するね、みんなスペちゃん応援するね。スペシャルウィーク、さあ1コーナーから2コーナーへ向かっていく馬娘たち。うちのスペちゃん今3着じゃん、すごい。スタミナグリード来てよ、スタミナグリード。みんな大丈夫かいね。9番スペシャルウィーク、14番スペシャルウィーク、ね、みんなのスペちゃん頑張れ。スペシャルウィーク、それを見るように5番スペシャルウィーク、そして10番スペシャルウィーク。いやーすごいね、逃げの子いなかったもん、一人逃げがいない。スペちゃんスペシャルウィーク、2コーナー回って向こう上へ。みんなスキルいっぱい発動する。レースは淀みなく進む。白い謎も見せたるで。4番おおさ、レースが動くよ。そろそろ5番スペシャルウィーク、4番手、9番スペシャルウィーク、その後ろ14番積み木崩したのスペちゃんどこかいにゃ。6番スペシャルウィーク、10番スペシャルウィーク、並んでくる。さらにうち7番スペシャルウィーク、追い込みが多ければ先行が乗せる。なるほどね、なるほどね。じゃあここにいるのは先行のスペちゃんね。おお、来た来た来た、みんなすごい光ってる。さあどうなるね、どうなるね。5番スペシャルウィーク、ここから一気にちぎるか。あー足を衰えない、200を通過。5番あーリードは2馬身、すごい速い。追いつけんねみんな、追いつけんねみんな。あースペちゃんが1位じゃん。圧巻の走りでレースを制した。勝ったのは5番スペシャルウィーク。5番のスペちゃん、5番のスペちゃん。3着に入ったのは14番スペシャルウィーク。ねえゆるとさん強い。やっちゃった。あースペちゃんに囲まれてしまうだね。はい、おいじゃんおいじゃん、よいしょ。上位の1から4まで入着した。積み木くずいさんが1着じゃん。あやさん2着。テニスのお兄さん3着。若葉さんが4着じゃねえ。おめでとうじゃねえ、すごーい。ねえ、みんな大変ありがとう。強いものは強いね、ほんとに。ねえ、ほいじゃんほいじゃん。じゃあ次1着から4着でね、みんなで集まって、1着と4着の、1着から4着までさっきの1回戦も取った人準備できとる？この2回戦のね、1着から4着までの人と一緒に走って、その中の1番決めるね、その中の1番。ね、中山はね、パワーがないとね、あ、みんなタイアリありがとうじゃよ。楽しいね、すごいルームマッチ。よいしょ。あ、これするとないなってしまうの？ん？あ、そう。ね、あ、あやさん。ね、渾身のスペシャルだったよ、渾身のスペちゃん。ねえ、みんな参加してくれて本当にありがとう。ねえ、後半みんなですごい大接戦じゃったね。すごい楽しかったわ。ほいじゃん、ほいじゃん。ねえ、YT さんこちらこそじゃよ。これ、またみんなでやろう。まだまだちょっと後でね、他のレースもやろう思っちゃうから、ちょっと待っちゃって。はい。ほいじゃん、ほいじゃん、ちょっと待ってね。じゃあ、これちょっと条件変えるね。ちょっと待って。
ルームマッチで開催されたレース結果は最大5レースまで保存できますよ。印象、詳細。ねえ、アイリンさんにルームマッチ楽しいね、やっぱり。あ、9人。お。あれ？あ、でも、8人絞れば大丈夫ね。よいしょ。ね、あ、マリアさんね、うちもすごい楽しかったね。ね、またこれやろう。すごい楽しい。天気は今日で、絶好調。上限なしで、オッケー。ちょっと待ってね、みんな上位の人待っちょって。身長。総大賞。決定戦。決勝。ルームマッチに参加するウマ娘はルームマッチのレースで1メートル3名のウマ娘を出走させることができます。スペちゃん、印象。ルームマッチに参加するウマ娘スペシャルウィーク、日本一を目指す。スペシャルウィーク、日本一を目指します。あ、ねえ、ねえ、みんなですごいワイワイ遊べるのはこれ楽しいね。演唱選んでくださいね。ほいじゃほいじゃ、さっきのね、上位の4着に入った人参加してほしいね。それでメンバーが8人集まったらね、出走ボタンを押すね。ねえ、ゆるとさんもありがとうじゃね。4着の人を履いてこれ夜どうかいね。あ、テニスのお兄さんいらっしゃい。8人になったらね、出走するよ。コタさんもいらっしゃい。ね、あ、積み木崩しさんもいらっしゃい。負けんね、うち負けんね、負けんね。あ、ゆるとさん、お疲れ様じゃよ。な、お仕事頑張ってね。気をつけてね。よいしょ、よいしょ。あ、ゼルコさんね、とりあえず8人で、最初のお話しした通り4人で、ね、走ろう、4人、4人の8人で走ろうと思うが、1、2、3、4、5、6、7、8、あと2人、あと2人。あ、そうじゃ、いけんいけん。ごめん、ごめん、ごめん。また番号貼り忘れちゃった。よいしょ。あ、ラクちゃんね、これからは決勝始まりよるけんね、ちょっとまあ、ちょっとね、ここからはね、さっきね、レースに走った1位から4位の人だけが参加できるレースになるね。1、2、3、4、5、6、7、8人。ほいじゃほいじゃ。繰り上げ出走するよ。よいしょ。ねえ、ゴーゴー。ほいじゃほいじゃね。決勝戦始めるね。おる、ディオタージュさん、ディオタージュちゃんおる。さあ、どうなるかいね、この残りの、ね。アイリンさん、ほんまに、いや、ね、まさかまさかの大どんでん返しもあるかもしれんね。もういいじゃん、もういいじゃん。出走じゃねえ。8番人気、9番、スペシャルウィーク。ちょっと厳しいメンバーですが、健闘を期待したいですね。ね、うち4ここに滑り込めたね、本当に決勝。嬉しいね。ね、
一応感染用にね、すごい、うちも一緒に入れて、みたいな感じのつもりじゃったけど、ね。なんとか実力で滑り込めてよかったね。9番人気は1番。ちょっと厳しいメンバー。ここに、モサが来たね。このモサを、ギオタージェさんのすごい、ね、勇気がすごい。ね、モブちゃんにかけちゃう。ね、いやスキルとね、ここステータスだけじゃ分からんけんね、本当に。4番人気、2番スペシャルメイク、はい、若葉さんのスペちゃん、ね、この子の持久力を見せつけるには絶好の舞台ですよ、ね、いやすごいね、眼差しとかもすごい、いろんなスキル取っちゃる。3番コタさんの高速マイランスペちゃん、注目を集める素晴らしい仕上がりですね。この子の持久力、コタさんの追い込みスペちゃんじゃねえ、ねえ、クライシスさんね、さっきのディオタージちゃんね、すごい気になっちゃったね。若葉さんも追い込みなんじゃねえ、ライバルたちは強力ですが、追い込み追い込み、放送を期待したいですね。テニスのお兄さんのはサチのスペちゃん、サチのスペちゃん、ちょっと厳しいメンバーですが検討を期待したいですね、はい、日本一の馬娘マエストロ、すごいね、一番単勝1点だけね、そう、6番人気はゼレクさん、スペシャルウィーク、これ以上ないゼレクさんの差しが S なんよね、すごいね、これ差し足が炸裂するか期待しましょう、はい、プロフェッサー攻防エンジン、これすごいかっこいいね、これかっこいい、もちもち、実力は引けを取りません。トモピーさんのスペちゃん、スペシャルウィーク、 SS プラス、 SS プラス、素質は負けていません、勉強されそうね、口調も、口調もね、を掴んでほしいですね。ねえタッキーさん、一匹狼じゃね、一匹狼、ねえゼルクさん、でもね、お名前かっこいいね、スキルかっこいいわ、正義じゃねん。3番人気、スメギクテッサのスペちゃん、このメンバーの中でも見劣りしない仕上がりですね。ねえ、今回も逃げの子おらんね、逃げの子おらん、カンストしたらね、すごいね。5番人気は8番あやさん、ライバルたちは強力ですが、はい、構想を期待したいですね。この子のアイアさんもすごいね、賢さ上げちょって絶好の舞台ですよ。ねえ、怒涛の追い上げ、名前がかっこいいよね、すごい。これね、これアイアさんのこのエルちゃんのスキルね、受け継いじゃるのすごい、エモいね、すごい。9番スペシャルウィーク、8番人気です、はい、ちょっと厳しいメンバーですが検討を期待してますね。ねえ、KBY さんね、どうじゃろ、でもここまでみんな実力が上じゃとね、いやね、まさかあるかもしれんけどね、ほいじゃほいじゃ、早速始めるか、ここ画面、ね、高速マイル、日本の総大将、時代を担うもの、ティオタージちゃん、一番内枠じゃ。ねえ、ほいじゃほいじゃ。早速、始めるね。出走！大優作のウマソウル。ねえ。ケボーンじゃ、ケボーン。ねえ。ね、デュオちゃんも頑張ってほしいね。晴れ渡る空の下行われる中山レース場、すごい、いっぱいスペちゃん来ちゃる。9人の馬娘たちが挑みます。みんなスペちゃん頑張れ。1番人気の紹介です。三冠馬娘、3番スペシャルウィーク、実力は負けていません。2番人気、三冠馬娘、6番スペシャルウィーク、注目の三冠馬娘、9番スペシャルウィーク、8枠9番での出走、はい、十分いい顔してますね。
ゲートイン完了。ねえ、テルクさん、これはスペちゃんが勝つかね、ジオちゃんが勝つかね、どっちかね。綺麗なスタートを切りました。はい、どうだ、先頭に抜け出すか注目しましょう。3番スペシャルウィーク、現在最高峰、失策、はたまた、うん、早い早い、直線勝負にかけているんでしょう。終盤に期待です。9番、はい、スペシャルウィーク上がっていきます。ちょっと前に出ましたね。うちのスペちゃんかかってる。6番頑張れスペちゃん、早くも先頭に躍り出た。先頭から大きく離されて2番手は8番スペシャルウィーク、3番手に5番スペシャルウィーク、1周目のスタンド前にかかっていく。4番手には7番スペシャルウィーク、1場所に離れて、ね、グロちゃんインストール、少し離れて3番スペシャルウィーク、さらには9番スペシャルウィーク、後ろにある大丈夫かいん、大丈夫かいん、スペシャルウィーク、そして1番6番スペシャルウィーク、先頭を進みますが、これは正解でしょうか。ね、追い込みじゃからね、すごい後ろでじわじわ狙っちゃうかな。さあ1コーナーから2コーナーへ向かっていく馬娘たち、ゆきのさん、こんばんは、いらっしゃい、遊びに来てくれてありがとうじゃよ。今ね、決勝戦やっちょるね。2番スペシャルウィーク、3番手、そしてそのうち5番スペシャルウィーク、ね、強者の裏が見えちゃる。スペシャルウィーク、さらに外から7番スペシャルウィーク、3番スペシャルウィーク、並んできた。その後ろ1番タッキーさん入って、先頭からしんがりまでおよそ10番、そっちの死神さん、先頭は6番スペシャルウィーク、残り 1000m 通過、続きました8番そのジオ、ジオさんすごい強そうだね。さらに5番スペシャルウィーク、その後ろから7番スペシャルウィーク、はい、外から行く。3番スペシャルウィーク、内をついて9番スペシャルウィーク、ねえこっちさんね、ジオちゃん、ジオちゃんまさかのスペシャルウィーク、意気揚々ロボットのミッション、6番スペシャルウィーク、おおすごいすごい、みんなスキル発動してるか、あい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 、スピードスター、どうかいね、どうかいね、あースペちゃん、あーうちのスペちゃん頑張れ頑張れ、あすごいすごい、上位3着、すごい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 、後ろも来ちゃる、後ろも来ちゃる、おー、すごい、勝ったのは2番勝ったのスペシャルウィークじゃねえ、勝ったのスペシャルウィーク、いや後半すごい盛り上がりっぷりちゃったね、いやさあ結果は若葉さんじゃん、若葉さん一着おめでとう、最後すごかったね、最後すごかったね、ちょ、もう一回見ていい、もう一回見てよいい、もう一回見てよいい、ね、縦画面、横画面でもう一回も、最後のあそこの競り合いすごくなかった？ 2 番、7番、3番。ねえ、すごいみんな、お疲れ様じゃよ。ねえ、マリアさんね。さすがにここの上位に、いやでもここに一緒に走れたのだけが本当に今日うちすごい嬉しいね、本当にね、若葉さん、ひろぽんさん、ね、よいしょよいしょ、ね、ひろぽんさんね、よいしょよいしょ、ありがとうじゃね、ちょっとリプレイに最後見たい、もう一回、以上、すごかったね、最後の競り合い、芝2500、9人の馬娘たちが挑みます。一番人気はもちろんこの子、以上、さあゲートが開いた、各馬娘綺麗なスタートを切りました、みんな集中してましたね、好レースが期待できそうです、ね、ここはすごい順調だったね、一番に第4コーナーを進んで直線へ向かう、こっからね、こっから直線へとかけていきます、さあ最終コーナーを曲がって最後の直線コースに入った、まだね、こっからすごい後ろからね、そうすごい上がってきよるよ、上がってきよるよ、これすごい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 、でも逃げ切る逃げ切る、すごいねえ、やり直したらね、すごい、いやでもね、ヒロポンさんでいいかな、ヒロポンさんね、やっぱりこのレースもやっぱりね、こういうことはね、往々にしてあるね、ねえすごいねえ
やり直してね、挽回できるか、さすがに厳しいと思うね、すごい。ねえ、みんな本当に対戦ありがとうじゃん。すごい楽しかったね。ほいじゃん、ほいじゃんね。これはまた後で上位のやつは、ねえ、わかんない。やめとく、やめとく。もう、この、ねえ。みんな星いくつ？あ、星見てみる、星見てみる？若葉さんの一着のスペチャー見てみようかいね。一着のスペちゃん。ちょっと待ってね。一番になったね、スペちゃんの情報みんなで見てみよう。よいしょ。ねえ、ゼルクさん、星さん。よいしょ。若葉さんのは、ドーベルちゃんと、ゴルスちゃんね、ドーベルちゃんとゴルスちゃん。ね。すごいね、すごいね、スピード星さん、長距離星さんで書いてある、ここ。ほいでほいで、賢ささん、芝に。ね、ほいでほいで、差し2がついちゃう。すごい強い。サポートカードは？あ、リコちゃん、リコちゃん使っちゃう。やっぱりリコちゃんすごい強いね。あ、最初のパドックで星も確認できるんだ。ほんとに、あ、そうじゃったんじゃん。ね。ねえ、素晴らしい育成じゃね、ほんとに。これ、このサポか何？このサポか。レスレアの。これ、アヤベさんのサポカかね、すごい。イラストかわいい。スペちゃん自体の、あ、スペちゃん自体の星。それはどうやったら見れるかな？パドック。およ、やり方教えてほしいが、ちょっと待って待って。ん？ん？ねえ、綾部さんね、綾部さん。ハドック。あ、綾部さんのエスレア強いね。すごいね。あ、ほんとほんと、ほんとほんと、なるほどね。あ、リュウヒョンさんありがとうじゃね。ねえ、みんなすごいね、ほんとに。積み木くずしさんの星も見てみるか？積み木くずしさんはどんな感じ？あ、うちと同じじゃん、うちと同じ、たまちゃんじゃ、たまちゃん。メジロブライトちゃんなんじゃん。おー、サポか、あ、積み木くずしさんも綾部さん使っちゃる。うちと同じ、うららちゃん。おー、成田トップロードちゃんに、北さんブラックちゃんじゃん。ねえ、女神像の数ね、ほんと足りんのね。またいっぱいね、なんか、1.5 周年でね、すごい、1万個ぐらい配布してほしいよね。コタさんのも見てみたい、コタさんのも。コタさんのは？あ、ネイチャちゃんじゃ、ネイチャちゃん。ネイチャちゃんと、ウォッカちゃん、ウォッカちゃん。ねえ、クライスさんね、1万個配布。1万個配布してほしい。そしたらうちもね、安心するね。あ、おー、あやべさんすごい人気じゃん。え、これ今度ガチャで当てたいね、すごい。これすごいみんな。ね。
ね、うちもそう、推しの恋に全投資した、ねえ、クライシスさんね、もう、ジュエリーに関してはもう、1億でも足りんね、1億でも。ずっとの10連回す配信したい。24時間10連回す配信したいから、1億ジュエル欲しい。あ、アイリーさんもあやべちゃん使っちょるの？トモピンさんのも見てみる。トモピンさんのは、北さんブラックちゃんじゃん。ブリボンちゃん。おー、すごい。スタミナ欲しい。おー、すごい。これあれね、スタミナの合計星7じゃね、星7。すごーい。ね、大人の魔法使わんとね。あ、そうなんじゃ、ヒロさん。ベースボーナスが15もつくの、15%。あ、ねえ、流氷さんで1日10連に変えてほしい。それすごいわかるね。マリアさんもあやべさん使っちょるの？いいな。ね、レースボーナス15なので、クライマックスでは重宝されません。ね、いやー、トモピンさんでも、すごいよ、友人じゃん、友人。友人じゃね、ここ。本当にすごいことじゃよ。みんなね、昨日もうち育成で話しちゃったんじゃけど、S にするのもね、この、総大将スペちゃん大変ってお話しちゃったから、ね、トモピンさんの、超名トレーナーじゃ、超名トレーナー。ファインモーションちゃんじゃん。殿下。エアグルーヴ、あ、やべさん。おー、うちもこれ、今度必ず引く、あやべさん。すごい、この企画やってよかったね。ね、育成するとき、メイクラのときには、この、あやべさんのサポカがね、すごい、強いってことじゃねん。ねえ、うちももっちょらん。あ、ワクオさんも、あ、ほんまにほんまに？ねえ。あ、アイリンさんとデッキ構成同じ？ねえ、すごーい。ちょっと待って、すごいこれエモいんだけど。え、ナリブーちゃんとハヤヒネちゃんの間に、北さんブラックちゃん。おー。すごいね、すごいね。19,872点。すごーい。ねえ、ツミックスさんに、そう、サポカはね、なかなかね、突然のよね。ねえ、ほんと。あ、ファインちゃんのところは北さんブラックちゃんねん。アイリンさんの。いやー。あ、内田さんは綾部さんに一つ。ねえ、うちも、いやー、貫突してね、すごいレースボーナスいっぱいつけたい。あ、ヒロさん、青赤球作るのに、2600回。いやー。ねえ、因子厳選って、そんなに大変なんじゃねえ。鳥からさんね、それすごいわかる、それすごいわかる。いやー、みんなね、本当に今日、集まってきてくれてから本当にありがとうじゃね。ね。今回はね、ヒロポンさんのね、ね、トレーナー名若葉さんの、ね、スペちゃんが、一等賞になったね。うちもね、8着、うちも8着までいけたね。ね、こっからはね、こっから、どうしよう。せっかくみんな集まってくれよってるから、ね、大勢で集まってレースしたいが、ちょっと。ね、ゆるりとみんなで走りながらね、すごい、お雑談したいね。ね、ヒロポンさんありがとうじゃよ。ねえ、ワコーさん、奇跡じゃねえ、奇跡。本当にね、後半じゃない、今日のね、すごい、ギリギリまで一緒に育成しとってよかったね。ねえ、そう、みんなの推しレースしよう、みんなの推しレースしよう。ルームマッチでは、
一番出走できるのは、一番参加人数いっぱい出せよるのどこかいねん。最大が18人だったよね。最大が18人。あ、本当マリアさん、水着イベントね、うちも早うみたい。みんなの推しの子見てみたい。あ、ラクちゃんね、よかったら参加して。天気は両場の絶好調にしとく。で、今回は制限なし、制限なし。ルームマッチに参加する馬娘を選んでください。で、参加するのは推しの子一人でお願いするから、みんながいっぱい参加できるようにしたいね。うちは、推しの子は、キングの出番ね。さあ、コールの用意を。キングちゃん、ルームマッチに参加する馬娘を選んでくださいね。はい。レースね、ホープフルにしとるけど、みんな大丈夫？なんかレースのなんかね、そう、設定もありよるけど。最初はじゃあ中距離、長距離、短距離っていう感じで、3回やろうかいね。13、おーすごい、みんな見て見て、みんな見て、すごい、最新のゴロスちゃんじゃん。あ、おー、みんな来た、アイリンさんの川上ちゃん来ちゃう。おー、いいね、やーすごい、みんなかわいい。ね、あ、ラクちゃん、シチーちゃんね。あ、ワコウさん、おー、ファルセン兄さん、いいな。おー。ね、あ、クロイさんのスペちゃん、また遊びに来てくれたね。すごい嬉しい。ほいちゃん、ほいちゃん、あ、コタさん、水着スペちゃん。おー、コッチさん、おろしたてのすごい、めちゃくちゃ可愛かった。ね、いろいろね、推しの子見れてすごい幸せ。ほいじゃほいじゃね、出走するが。ね、中距離やって、次短距離やって、最後長距離かな？よいしょ。で、あ、ね、よいしょ。あ、スイープトーションちゃん、ケミワイさんの。かわいい。ほいじゃほいじゃね。早速、出走じゃね。ね、三吉の会長でね、うん。16番人気、12番、キングヘイロー。うちのは、ねえ、新車のキングちゃん、いやーレースで走らせたかったね、すごい。に気をつけたいですね。メンタル面の成長が欲しいです。で、モブおった？いや、全員、みんなね、前になっちゃうはずだけど。14番人気は、マコーさんのマリセン姉さん。おお、すごい。難しいかもしれませんが、ステータスすごいことになっちゃる。一生懸命走るのですが、もう少しスピード感と力強さが欲しいところですね。いやー強そう。いや、強いのはこれ強いね。はい。14番サイエンス鈴木。トモピーさん、おお、すごい。子供たちは強力ですが、
放送を期待していますね。先生プロさんいっぱいついてる。芝のコースで力を十分発揮できそうですね。ねえアイリーさん大東キングさんだよね。おおすごい、いっぱいいっぱいスキルついてる。10番人気は15番ナナさんのチアノモちゃん。結果を残すのは難しいかもしれませんが、経験を糧にしてほしいですね。かわいいね、すごい。同期の配分に気をつけたいですね。メンタル面の成長が欲しいです。すごいね、金ピカ SS でここのレースがどれだけ熾烈か物語ってるね。この中盤人気ってこんなにすごいね、強いのに。あ、流氷さんね、ああ、ね、もう、もう2回戦あり得るからね、すごい。ね、諦めんでほしいね。うちも流氷さんと一緒に走りたいが。ね、すごい。A さん。ゴールドシップ、7番人気。うわー、これが A さんの、ゴルスちゃん。戦闘を期待したいですね。すごい、SS。この子の子ですね、すごいね。あれじゃね、スプラトゥーンじゃね、スプラトゥーン。ねえそう、ねえそう、アイリンさんね、もっともっと好きが詰まっちゃうよね、これ。17番、オグリちゃん。ヒロスンさんのオグリちゃん。おお、すごい、3つカンストしてる。放送が期待できますね。ヒロポンさん、水着ゴルスちゃんすごい。うち的にはなんかのすごいお早めに見れてすごい嬉しいね、これ。おお、ソムリエモッチョルすごい。15番人気は18、クロイさんのスペちゃん。結果を残すのは難しいかもしれませんが、いやーね、一緒にうちも頑張りたいね。スペちゃんと勝負じゃねえ。走るのですが、もう少しスピード感と力強さが欲しいところですね。12番人気は1番。おお、これコッチさんの新水着の。いや、スケスケでかわいい。一生懸命走るのですが、もう少しスピード感と力強さが欲しいところですね。ねえ、本当ね。上には上がおるよね、本当に。まだまだ頑張れるね。うちもこれ見とったら負けられんくなってきたね、本当に。SOS! ね、かわいい、むちゃんこかわいいね、すごい。スピードスター、一陣の風すごい。13番人気、2番、ナイス。おお、月白さんのはネイチャちゃん。難しいかもしれませんが、経験を糧にしてほしいですね。ね、この時期はやっぱり水着ちゃんよね。この子の課題ですね。ね、キャワワキャワワ。ねえ、そう、ヒロさんね、ゲーム起動した時にすごいお披露目の PV 流れちゃったけど、マックちゃんの破壊力すごかったね。4番人気、3番、スイープトンション。はい、KBY さんのスイープトンションちゃん、かわいい。見せてほしいですね。勝負服じゃけど、魔法使いのこの感じすごい、かわいいね。ノンストップにプロフェッサー、結婚後のスペシャリスト。おお、これゴルスさんみたいなやつじゃねえ。4番、17番に。ねえ、そう、ワクワさんね、そうそう。結婚は難しいかもしれませんが、経験を確認してほしいですね。内田さん、そうだな。マークちゃんじゃなくてゴルスちゃんが出たんじゃん。メンタル面の成長が欲しいです。ほんと、じゅんさん。イベントストーリー早う見たいが。あ、ほんとじゃん、ほんとじゃん。あ、ごめん、なんか空いた枠にや。あ、違う子が入っちょる。2番人気、5番、メジロブライト。積み木崩しさん、ね、メジロブライトちゃん、最後の直線での粘り強さには目を見張るのがありますね。ごめんね、1番買いちょったね、ごめんごめん、勘違いしちょったね。てっきりね、埋まってしまったんかと思っちょったが。よいしょ。18番人気、ダクちゃんのシチーちゃん。結果を残すのは難しいかもしれませんが、かわいいね、すごい。経験を糧にしてほしいですね。夏衣装っぽいね、夏衣装。メンタル面の成長が欲しいです。中距離 S すごい。8番人気、7番、川上。アイリンさんの川上ちゃん、厳しいメンバーですが、川上プリンセスちゃん、期待したいですね。
道中のペース配分すごいね、SS プラス、SS すごいね、いっぱいついてる。おお、すごい、名残竜ついてる。ねえ、ソムリエもついてるね、すごいすごい。一番星。ねえ。ねえ、そう、アイリーさん、もしかしたらそう、誰かの推しかもしれん、モブちゃん。ここは負けられない一番人気。コタさんのスペちゃん。スペシャルウィーク。実力は完全に上位ですね。貫禄すら感じてしまいます。月野さん、こんばんは。いらっしゃいんじゃよ。ね、今ね、みんなでね、すごい推しの子集めてレースしとるね。あ、これじゃちょっと待って、ちょっと待って。上の見出しはちょっと閉じちょくね。よいしょ。すごいね。おー、根性まですごい。ほとんど金ピカピンじゃん。芝と中距離も SS。ね、すごいね。すごいやつじゃん。6番人気、9番、シンプリゾー。まさひろさんの会長さん。ライバルたちは強力ですが、SS。したいですね。この子の鋭い差し足が。リトハルさん、こんばんは。いらっしゃい。遊びに来てくれてありがとうじゃよ。ねえ、まさひろさん、ゴリッゴリの物理ちゃん。ねえ、すごい子ばっかり集まっちゃる。推しの子は伊達じゃないね。推しの子は伊達じゃないね。10番、当選冗談。当選冗談ちゃん、かわいい。ちょっと厳しいメンバーですが、パワーカウントしとる、パワーカウントしとる。道中のペース配分に気をつけたいですね。メンタル面の一番星、みんな一番星持っちゃる。レースプランナー上がってきた。11番人気は11番、はい、キングヘイ。ケイスのお兄さんのキングちゃん。難しいませんが、おお、 SS プラスすごい。根性 S、 根性すごいね。今回はすごいね、指しの子が重いけどね、全体的にすごい均等に分かれちゃう感じだね。結果を残すのは難しいかもしれませんが、ねえ、クライスさんね、後編すごかったよ ね、 うちもすごいね、楽しかったね、あれ。に気をつけたいですね。あ、サフラディさん、センキュー。ねえ、ひよこちゃんね、うちも好き。ねえ、うん、また育成したい。ほいじゃほいじゃ、春走するか。はい、え、SS すごいね、みんな。ねえ、サフラリンさんね、みんな強い、みんな強い。あ、グッドラック、センキュー、センキュー。いやー、みんなすごい。二つ名もいっぱいあるよね、G1 ハンターに。一元の逃亡者。こうね、唯一無二。王者の精神。はい。ほいじゃほいじゃ、出走じゃねえ。ねえ、ひろぽんさん、ばらけて面白いね、すごい。今回のレースはどんな感じになるかね。ねえ、楽しみ。晴れ渡る空の下行われる中山レース場芝2018人の馬娘たちが挑みます。このレース最も人気を集めているのは三冠馬娘8番スペシャルウィーク1番人気です。2番人気を紹介しましょう。三冠馬娘メジロブライト、注目の2大スプリント覇者12番キングヘイロー、6枠12番での出走。気合十分、いい顔してますね。ゲートイン完了、出走の準備が整いました。ねえ、三冠馬娘ちゃん多いね。揃って綺麗なスタートを切りました。はい、これは位置取りが熾烈になりそうですね。おお、やっぱり鈴鹿ちゃんがすごい前に出たね。アニメみたい、アニメみたい、アニメみたい。さあ、花に立ったのはサイレンス鈴鹿。このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのはマルゼンスキー。いやー、スペちゃんが勝ってほしいか。先頭がやや早いのか、縦長の展開だ。後方の馬娘が差し返せるのか、気になる開きです。12番キングヘイロー、キングちゃん、あー、キングちゃんが勝っちゃった。負けんで負けんで、キングちゃん。
続きました。ねえ、マリアさんね、そう。今日はいっぱいにスペちゃんを見とるけんね、そう。メジロマックイーン、それを見るようにゴールドシチー、そしてその後方には8番、スペシャルウィーク、2コーナー回って向こう上面、順位を振り返っていきます。すごいね、すごいね。マルゼンスキー、続いて、サイレンス。おー、すごい。当選上段、そしてそこマルゼン姉さん、すごい、一番上、先頭いっちゃる。メジロマックイーン、8番、スペシャルウィーク、ここにいた。頑張れ、みんな頑張れ、みんな頑張れ。いいぞいいぞ。あ、スリーセブン、おお、すごい。端コーナー、みんなスキル発動する。うちもハルテンか。頑張れ頑張れ、みんな頑張れ、みんな頑張れ。負けるな負けるな。いけいけ。あ、後ろからも迫ってきてる、後ろからも迫ってきてる、後ろからも迫ってきてる。おお、嘘でしょ。すごーい。みんな今見た、みんな今見た、みんな今見た、すごーい。何今の、何今の。今何を着たね、今何を着たね。マルゼン姉さんがすごい上位をクリアするかと思うたら、広瀬さんの広瀬さんのおぐれちゃんがぶち抜いたね。すごーい、今のすごいレースじゃったね。いやーね、最後の最後でどんでん返しじゃん。あ、ねえ、KBY さんね、入着おめでとうじゃよ。すごーい。いやー、みんなすごいよく頑張ったね、すごい。ねえ、みんなおめでとう、おめでとう。いや、みんなすごいね、すごい。後半熱かったね、すごい。名レースじゃよ、名レース。ねえ、盛り上がったね、すごい。ねえ、みんなタイヤリじゃん、タイヤリ。すごい楽しかった。え、ちょっと最後のクライマックス、もう一回見てよ、もう一回見てよ。あれ、すごいね、すごいね、あれ。あんなのできるの？で、漫画じゃね、漫画。ねえ、いや、うちもキングちゃんね、今度また育成頑張ってね、この、またルームマッチの企画やって、推しの子対決でなんかすごい、やりたいね、これ、すごい。いやー、すごい楽しい。ルームマッチすごいね。メイレース製造機じゃん。行われる中山レース場、芝2018これのね、これのね。現在1番人気は三冠馬娘、8番スペシャルウィーク。2番人気を紹介しましょう。三冠馬娘、メジロブライト。ねえ、おかれちゃん、でもあれ、固有とか、固有かもしれんけど、それにしたって、それにしたってすごすぎでしょ、今の。各馬娘、ゲートに入って体勢整いました。推しのレースすごい。ここね、ここ。よいしょ。第4コーナーを進んで、こっからね、こっからね、こっからね。最後の局面です。中山の直線が短い。おー、すごいすごい、みんなね、みんな、ゴラスちゃんもみんな来ちゃるんよ、ここ。すごい。いい、うちも追いつけん。キングちゃん頑張れん。後ろからね、これスペちゃんも来ちゃったね。おー、これはすごいね、これはすごいね。3着に入ったのはマルゼンスキー。ねえ、ほんと。このキングが、ほいじゃほいじゃね、次短距離やって、次最後に長距離やるね。はい、みんなね、すごい中距離参加してくれてありがとう。これ面白いね。これも今度ルームマッチでちょっとしっかり企画立ててやりたい。トップに戻って。そうじゃね、そうじゃね。できれば最初は、さっき、今の中距離に出てない人が参加してもらおうて、席が空いたらね、中距離にも出たい人、出てほしい。ルームマッチで開催されたレース結果は、短距離何がいいじゃろ。レースまで保存できますよ。トレーナーズカップ、あ、おー、こんなのもできるんじゃん、こんなのもできるんじゃん。
通り、トレーナーズカップ、芝、開催地どこにしよう。夏で暑いから札幌にする。ほいでほいで、右回り。はい、あ、流氷さん、流氷さん、ダートにする、ダートにする、ダートにする。あ、ダートの短距離ないんじゃこれ。KO 賞。短距離、短距離のダートってあるの？短距離ダートの G はないね。あ、上に書いてる、上に書いてる。あ、あるあるある。JBC スプリントある。あ、和光さんありがとうじゃね。JBC スプリント。こっちの方がすごい。青で涼しそうじゃからこっちにする。ほいでほいで。みんなの推しの子、見てみたい。出走人数は16人がマックスね。100人ぐらいで走りたいんだけどね、これ。季節は夏にして、でも、ほいでほいで絶好調。制限はないね、制限なし。ルームマッチに参加する。うちの短距離の、はい、桜爆心王です。推しの子はキングちゃんなんじゃよな。ダート。はい、待機シャトルです。ほいで待機ちゃん、待機ちゃん出す。ルームマッチに参加するウマ娘を選んでくださいね。よいしょ。みんなね、短距離の、短距離の推しの子出してほしいが。あ、タカさんいらっしゃい、カレンちゃん。ねえ、そう、アイリンさんね、キングちゃんでも良いよね、キングちゃんでも良いよね。お、お、お、お。これで固定されとるかな？あ、おじさんいらっしゃい！タカさんおじさんね、これ。ねえ、内田さんにちょっと待っちゃってね。どうかいね、どうかいね。ちょっと短距離でダートじゃとちょっと厳しかったかいね。ねえ、ダートの1200じゃからね、そう。ダートのマイルならともかく。ねえ、ちょっとこれは設定がちょっと尖りすぎちゃったかもしれん。うん。ね、あ、よかったらね、うん、内田さんよかったら来て。あ、マリアさんもありがとう。ね、ファルコちゃんいっぱい来ちゃる。あ、タッキーさんありがとうじゃね。ね、あ、積み木崩しさんね、うん。あ、和光さん2回目出ても大丈夫じゃよ。あ、KBY さんもありがとう。おー、テニスのお兄さんもありがとうじゃね。あとね、1、2、3、4、5、6、7、7個入っちゃる。
うららちゃんも可愛いね、すごい。あ、月城さんもいらっしゃい。ね、ダートで初 A ランク。ほいじゃほいじゃ、26分ぐらいになったらこれ出走させようかいね、ここの数字、あ、今見れちゃう。ごめんごめん、ちょっと待って、今ね、26分、出走まで26分って出ちゃうんじゃけど、これがね、25分になったらちょっと、ね、出走しようと思うか？あ、積み木崩しさん、ありがとうじゃね、メシルブライトちゃん。あ、コタさんもありがとう。あ、ヒロさんもありがとうじゃね。あと3枠。あと2枠じゃね、あと2枠。みんなどう？みんなどう？ダートの強い子。これあれじゃね、1.5 周年迎えたら、すごい。来ちゃう。みんなありがとう。ほいじゃほいじゃね。ね。次これダートの子が増えたらすごい面白いことになりそうじゃね。ほいじゃほいじゃ。よいしょ。レース始めるか？よいしょ。13番人気、11番。あ、そうなんじゃ、リュウヒョンさん。じゃ、長距離はリュウヒョンさんね。絶対出てほしいな。一生懸命走るのですが、ね、うちすごい、タイキちゃんがすごい、バーベキューいっぱいやってくれるの、すごい好き。あ、ヒロさん、タイヨロせ、タイヨロ。あ、稲荷ちゃん、稲荷ワンちゃん。12番、カレンちゃん。7番、カレンちゃん。ちょっと厳しいメンバーですが、検討をね、ハイリンさんね、そう、ダート盛り上がりそう。この子にとってはどうでしょうか。あ、そうなんじゃ、マリアさん。マイルか中距離のダートならみんなも出しやすいんね。ね、ひよこちゃんが、実馬をしちゃうならなおさら推しの子になるね。ね、カレンちゃんかわいい。SS すごいついちょる。龍馬の鬼、龍馬の鬼ついちょる。脳殺術。おー、日本一のマムツメついちょる。すごーい。13番、ヒロスンさんも、大輝ちゃん。これ以上ない仕上がりですね。短距離戦にぴったりの瞬発力が、この子の持ち味ですよ。11番人気、ひよこちゃんも、大輝ちゃん。結果を残すのは難しいかもしれませんが、経験を糧にしてほしいですね。ねえ、ケミワイさん、タイヨロ。リトハルさんもタイヨロじゃね。スピード感と力強さが欲しいところですね。ねえ、すごいすごい。お二人とも金スキル持っちゃるね。13番、ヒロスさん、マイルの支配者。これ以上の仕上がりですね。前前目につける先行策で勝利を掴んでほしいですね。すごい、コーナーいっぱい取っちゃる。曲がりにすごい強そう。11番人気は14番。ね、こっちはすごい直前20丸。結果を知れませんが、経験を糧にしてほしいですね。9番人気は積み木くずいさんのメジロプライトちゃん。ちょっと厳しいメンバーですが、検討を期待したいですね。強行策。ダートコースはこの子にとってはどうでしょう。おー、SS プラスすごい。16番、ハルウララ、12番人気。ね、結果を残すのは難しいかもしれませんが、うららちゃん、かわいい。経験を糧にしてほしいですね。道中のペース配分に気をつけたいですね。うららちゃんのお耳に桜の猫、ね、の模様が入ってるのすごいかわいいね。一番星、おお、一番星ついてる、すごい。和光さんのうららちゃんもすごい強そうじゃね。1番、スマートファルコ、10番に月城さんのファルコちゃん。結果を残すのは難しいかもしれませんが、経験を糧にしてほしいですね。リボンがすごい可愛いね。メンタル面の成長が欲しいです。おー、すごいすごい、金ピカいっぱい。これあれね、クリスマスオグリちゃんのスキルじゃん。2番、スマートファルコ、1番人気です。
ねえ、こっちさんね、素晴らしい仕上がりですね。リトさんのファルコちゃん、この子のペースに持ち込めば、これさっきの、これさっき見たすごい強そうなスキル、これ注目の踊りか、すごいね。はい、おお、すごい金ピカピンじゃん。番人気は逃げの子が今回レースすごい多いね。ライバルたちは強力ですが、KBI さんの大輝ちゃん、おお、すごいカウストしとる、カウストしとるね、上と下すごい上がってきたね、ギアチェンジ、おお、スピードスター、名前がもうみんな速そうなんですけど、いっぱい持っちょるね。8番人気4番ね、みんなすごい、ちょっと厳しいメンバーですが、検討を開催したいですね。馬坂さんの、おお、ファルコちゃんもこれ、何これ、何これ、レコメンド、あ、ダート専門の専用のスキル、こんなのあるんじゃねえ、マリアさんね、ねえ、でも気にせんで大丈夫じゃん、ここあのみんながね頑張って走っちゃうところ応援するレースだからね。えいしょ、15番人気は5番、マリアさんのララちゃん、結果を残すのは難しいかもしれませんが、経験を確認してほしいですね。ここのコメントにも書いちゃったの、キングちゃんのね、緑、もう少しスピード感と力強さが欲しいところですね。上がってきた、不屈の心、すごい、サシのスキル、サシのララちゃんね、サシのララちゃん、いや、マリアさん、何を言うちゃるに、何を言う、すごいも可愛くね、バッチリ仕上がったウラナちゃんじゃね。5番人気、6番大輝ちゃん、ヒロさんの大輝ちゃん、いい仕上がりですね。おー、すごい、貫禄の SS1200 じゃん、先行の、みんな大輝ちゃん先行にしちゃるね。あ、トートミラストスパート、あ、ギアチェンジ、これ知っちゃるね、参るのじゃん、おー、よいしょ、14番人気7番、クロイさんのファルコちゃん、砂の早めさね、デジタンちゃんのね、そうそう、あ、月の朝ね、月の朝ね、月の朝、スピード感と力強さが欲しいところですね。ねえ、メイクラにウララちゃん、すごい、ようや、すごいね、マリアさん。メイクラ大変、大変なのに、すごいね、ほんとに。おぉ、マエストロ、切り開くもの。実力は引けを取りません。コタさんも、大輝ちゃん。大輝者、一番人気こそ今回はあれね、すごい先行の人がすごい多いね、ぴったりの瞬発力がねえ、この持ち味ですよ。うちもね、うららちゃんいっぱい育ててみたい、すごいね、これ全部金ピカになっちゃる。6番人気9番春、テニスのお兄さんのうららちゃん、ね、こっちの衣装もすごい可愛いね、すごい伴奏コーマキュンと、すごい根性 SS じゃ、根性 SS、 ワクワククライマックス、すごい、テニスのお兄さんのうららちゃんもすごい強そう、よいしょ、16番人気ハッキンさんがマルゼン兄さん、結果を残すのは難しいかもしれません、ダート S すごい、手にしてほしいですね、変速二冠の娘じゃって、もう少しスピード感と力強さが欲しいところですね。スキルいっぱい持っちゃる。13番人気は11番、はい、ほいじゃん、ほいじゃん、結果を残すのは難しいかもしれませんが、経験を糧にしてほしいですね。一瞬早速じゃあね、短距離ダート走ってみるが、こっちさんね、あ、ルメールさん、次ね、またの企画して素材準備しちょくときに、あのルメールさん会長くん、
いやーこれすごい、どうなるじゃろうね、決着。ほいじゃほいじゃ、早速ね、出走じゃね。うちもこれなかなか見んよ、これ JBG スプリント。おお、多いだ、あと 1200m。 晴れ渡る空の下行われる、なかなか参加せんよ、ちこれダート1216ね。えひらぽんさんね、さあ一番人気の紹介です。トリプルティアラの馬娘、次はルメールさんも参加させちゃく。2番人気はトリプルティアラの馬娘、8番待機シャトル、注目の2大マイル戦覇者、11番待機シャトル、6枠11番での出走。火花散らすデッドヒートに期待しましょう。ゲートイン完了、出走の準備が整いました。ねえ、みんな大きいスタート。各娘揃って綺麗に、はい、みんな金ピカスキル発動しとるか。なりそうですね。先行争いは2番、はい、スマートファルコン、4番スマートファルコン、マルゼンスキー。おお、すごいすごい、ファルコちゃんすごいいっぱい走っとる。早い早い、みんな早いね。外目をついて14番待機シャトル、差がなく3番待機シャトル。いや、ブライトちゃん頑張って。スマートファルコン少し離れて13番待機シャトル、11番待機シャトル、並んできた。まもなく回復カーブ。おー、すごいすごい、ラッシュじゃ、ラッシュ。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。中央レースはトップクラスの長さを誇る王位の直線に差し掛かる。あ、でもブライトちゃん追い上げてきたね、追い上げてきたね。みんな頑張れ、みんな頑張れ、みんな頑張れ。6番待機シャトル、リードは1番。おー、待機シャトル追いつくなる。6番待機シャトル、どうなったね、どうなったね。2着には3番待機シャトル、3着に入ったのは2番スマートファルコン。どうなったのどうなったの。あ、うち7着にゃー。いやー、ブライトちゃんすごい頑張ってくれたね。積み崩しさん、ありがとうじゃよ。ねえ、みんなすごいおめでとうじゃね、みんなおめでとう。お、お、お、ヒロさんの車、大輝ちゃんが一番じゃん。すごーい。ね、リトさんのファルコちゃんが3着。KBY さん2着じゃね、すごーい。月縄さんも4着。ねえ、みんなおめでとうじゃよ、おめでとう。ねえ、タイヤリタイヤリ、すごい。ダートもすごい、あの土煙がすごいね、本当に。ねえ、すごい、最後ね、すごいみんな固まっちゃったね。いやー、これね、あの次 1.5 周年ね、ダートのこと、ダートのレース場いっぱい増えたら、これもう一回やりたいね、もう一回。そしたらまたすごいね、熱いレースになる気がするね。ねえ、みんなありがとうじゃん、タイヤリありがとう。いや、ねえ、ブライトちゃん最後すごいよ、頑張ったね、ほんとに。偉いが。ほいじゃほいじゃね、次あの、長距離、長距離の芝行こうと思うね。長距離の芝の星の子出してほしいが。ねえ、みんなお疲れ様じゃん、ここね、短距離。よう走ったね、ほんとに。ほいじゃん、ほいじゃん、長距離よ。条件を設定してレースを開催できますよ。キッカー、キッカーが良い、キッカー。キッカーにする、キッカー。キッカーで長距離。ねえ、まだレースに出ちょらん人、なるべく優先に出してほしいがね。ねえ、参加できるようにしてほしいけん、みんな、ねえ、あの、協力よろしくじゃよ。みんなの推しの子、見てみたい。18人最大。ほいでほいで。夏の、
リオーの絶好調。ルームマッチに参加する馬娘は、はい、長距離のお仕事。セモうちこれかな、スペちゃんかも。スペちゃんにする。ルームマッチに参加する馬娘を選んでくださいね。はい、じゃあみんなもね、一人一頭でね、出走に、あの、に参加してほしいが。あ、アイリンさん、お疲れ様じゃよ。うちもすごい楽しかった。カマカミちゃんとね、すごい走りですごい楽しかったが。また遊びに来てね。お疲れ様じゃよ。よいしょ。ね、流氷さんも、どうかいね。あ、推しがおらん。よいしょ、どうかいね、どうかいね。ね、遠慮の塊初登場。あ、ねえ、そう、じゅんさんよろしくじゃね。吠えちゃったら吠えちゃうんだらね。うん。あ、推し選手権なので、ええー。東海にみんな、おお、こっちさんありがとうじゃねえ。うん、内田さんありがとう。あ、ゆしろうさんいらっしゃい。そうじゃねえ。向こうさんそうじゃねえ。15番の15番人気揃っちゃる。一生懸命走るのですが、もう少し13番のマックちゃん差が欲しいところですね。すごい。16番メジロマックイーン、結果を残すのは難しいかもしれませんが、
経験を糧にしてほしいですね。道中のペース配分に気をつけたいですね。現象メンタル面の成長が欲しいです。おお、ダブルクリックさん、ねえ、流氷さん、ちょっと、ね、またこれも企画ね、着ね、また。経験を糧にしてほしいですね。ひよこちゃん、おー、パーマちゃん、かわいい。すごい。こんな勝負服なんだ、すごい。かっこいいね、かっこいい。SS。ねえ、すごい。ジャジャーマン娘。10番人気は18番。おお、これシャルちゃんまでちょっとのしちーちゃんなのね、あの着物衣装の子じゃん。いやー、かわいい。すごいね、この衣装のデザイン、めちゃくちゃ細かいね。すごい。12番人気は1番、若葉さんのヒロポンさんの松タンちゃんじゃん。おお、経験を糧にしてほしいですね。推進力と持続力の両立がこの子の課題ですね。ねえ、レイヒョウさんね、モンジュー来てほしい、モンジュー来てほしい。2番ゴールドシップ。ねえ、こっちさんね、スチーちゃんね、すごい良いよね。ちょっと厳しいメンバーですが、健闘を期待したいですね。ホールガイズ。推進力と持続力の両立がこの子の課題ですね。こっちさんのゴルスちゃん、水着の髪型も良いけど、やっぱりこっちのね、やっぱりまとめちゃる髪型もうち好きじゃねえ。3番マチカネタンホイザ、吉郎さんのマスター。おお、すごい、ない仕上がりですね。何ね、このスキル、金ピカピンピンじゃん。で欲しいですね。ね、今回は追い込みの一人で逃げもね、逃げと差し先行が一番多いね。6番人気は7さんのグラスちゃん、7さんのグラスちゃん来ちゃう。 SSSS すごい強いね。ねえ、すごい、ここの配信すごい、強いトレーナーさんが遊びに来てくれちゃってすごい嬉しいね。おお、すごい。ねえ、すごい、7さんのグラスちゃん、すごい。これはもうあれじゃね、なぎなたで空間切る人じゃね。13番人気は5番、おぐりちゃん。結果を残すのテニスのお兄さんのおぐりちゃん、経験を糧にしてほしいですね。クリスマス衣装のおぐりちゃん、うちもお迎えしたいね。すごい、かわいい。このね、すごい髪飾りがすごいかわいいね。夏のサンタじゃ、夏のサンタ。4番人気6番トモピンさんのマチタンちゃん。ライバルたちは協力ですが、構想を期待したいですね。1コマ漫画で帽子に切れ込みを入れするのが発覚してから本当に大笑いしたね。すごいこの子ね、すごい、うちも早う育成配信したいねん。わかありがとうさよ。いや、衣装違いでね、そう、季節感もあってすごい良いよね。16番人気は7番、おぐりキャップ。結果を残すのは難しいかもしれません。こっちのおぐりちゃんもすごいね。 SSSS 道中のペース配分に気をつけたいですね。メンタル面の成長が欲しいですね。月の輪さんの、月の輪さんで当たるよね。おぐり上昇馬娘、すごい2つなんじゃねえ。あ、そうじゃよ、ひろこちゃん、これ分度器じゃよ、分度器。リトハルさん、あ、ほんまに、え、マツタンちゃん可愛いけど育成難しいの。ああ、難しいんじゃん。ね、簡単かと思ったけど、じゃあ、気合入れて育成せんといけんね。えんえん、ブン。8番、北さんブラック。キトさんの北さんブラックちゃん。おお、こっちもすごい。SS プラスのスピードをガンストしちゃる。魅力ですね。キトさんのブラックちゃんが1位じゃん。あ、ジャパンカップはクラシック級じゃないと、秋の三冠達成できんのが、ねえ、そう、称号を取るの難しいよね。9番人気、9番、
トリカラさんのグラスじゃ唯一無二。おー、こっちも SS じゃね、SS。もう少しスピード感と力強さが欲しいところですね。ねえ、三四四。11番人気月城さんの殿下ファイモンソンちゃんレジェンドの娘言われている。こんなスキルのお名前なんじゃ。メンタル面の成長が欲しいです。いやー、かわいいね。すごい白と緑がすごい良いね。11番タカさんのナリブーちゃん、ちょっと厳しいメンバーですが、いやーすごい、こっちもカンストしちゃる、すごいね。スキルはスキルは食いしん坊と全身全霊ね。あ、ねえ、リトハルさん、童話って意味なの？ねえ、あのマガジンの、マガジンの漫画のタイトルじゃん。シャカちゃんおるかね、シャカちゃんおるんかね。ねえ、みんなすごい強い。12番サイレンス鈴鹿、18番に黒井さんの鈴鹿ちゃん。落とすのは難しいかもしれませんが、黒井さん金ピカスキルいっぱいだ。推進力と持続力の両立が、なんこれなんこれ、課題ですね。ねえ、すごいすごい、異次元の逃亡者の肩書き持ち、すごいね、すごいね。アニメの通りじゃね、アニメの通り。これのスキルすごい、大逃げスキルすごいね。14番に風雷坊さんのパーマーちゃん。結果を残すのは難しいかもしれませんが、ねえ、喫下賞で逃げ切ったらほんま二次元だよ。すごい楽しみじゃねえ。気をつけたいですね。メンタル面の成長が欲しいです。ね、クライマックス、クライマックスシナリオちょっと取れんのんじゃ。すごいじゃん、レアリティ、レアなスキルじゃん。一部のシナリオのイベントでしか手に入らない。すごい、こんなスキルあるんじゃね。あ、こっちもパーマーちゃん逃亡者ついちゃる。2番人気は14番ヒロセンさんのナリブーちゃん。以上ない仕上がりですね。こっちも全身全霊と食いしん坊ついちゃる。目を張るものがありますね。食いしん坊のナリブーちゃんってこう想像したらすごいかわよいね。おお、すごい SS いっぱいついちゃる。そうじゃね、スタミナがね、スタミナがね、そうね、うちもね、スペちゃんがすごい課題じゃね。スペシャルウィーク、結果を、うちもね、スタミナはもうスキル頼りじゃったもん。ここはみんながね、どんなスキルで補強しちゃるかが見どころじゃね。メンタル面の成長が、ほいじゃほいじゃ、早速ね、レース走ってみるが、はい。ねえ、リトハルさんね、すごい、あのナリブーちゃんがもぐもぐしながら走りよったらすごいかわいいね。おお、うちはすごい、あの差しに有利な外枠じゃん。どうかいね、どうかいね。ほいじゃみんな、行くよ、出走。隣の大馬さん食べる。何でそのアマゾンズ。ウィンディちゃん、ウィンディちゃんは噛みつきおるね。ねえ、リトハルさんね。でもウィンディちゃん食べようせんよね、食べようせんよね。京都レース場芝3018人の馬娘たちが挑みます。さあ、一番人気の紹介です。三冠馬娘、あ、そうなんじゃ、クライシンさん、まあ、たくさん引き離すけど、ねえ、すごい。注目の三冠馬娘スペシャルウィーク7枠15番での出走。いやー、すごい緊張するね。ゲートイン完了、出走の準備が整いました。さあ、ゲートが開いた。おお、早速スキル発動しとるね。みんな集中してましたね。高レースが期待できそうです。そうなの、ひよこちゃん、ウェンディちゃんに噛まれると勝てるね、すごいね。
先頭は17番メジロパーマー、単身で出ました。みんな頑張れー、すごい、きっぱりきっぱり。北三ブラック、2馬身3馬身開いて、ねえリトガルさんに、ウィンディちゃん獅子舞じゃね、獅子舞ね、役を払うね。おお、スズカちゃんすごいすごいすごい、並んだり並んだ。前から大きく開きました。縦長の展開だ。後方の馬娘が差し返せるのか、気になる開きです。依然先頭はパーマーちゃん、すごいね。まずは1周目、正面スタンド前に入った。続きました、すごいすごい、ね、お馬さんの列がすごい広がっちゃる。2馬身3馬身開いてメジロマックイーン、そして7番オグリキャップ、にゃー頑張れみんな。オグリキャップ、1馬身差14番ナリタブライアン、内を回って3番マチカネタンホイザ、差がなく11番ナリタブライアン、内から内から、おお、1コーナーすごいねすごいね。いきます、順位を振り返っていきます。先頭は相変わらず17番メジロパーマー、続いて北さんブラック、ね、だいぶ長くなりよったね、すごい。メジロパーマー、どうかにどうかに、これ追い込みと差しの子はいける距離かいね、これ。にぃ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 、おーすごい、みんないっぱい好きなはずのおっしゃる。半分過ぎたよ半分過ぎたよ。メジロパーマー一番欲しい。変わらず17番メジロパーマー、一馬身離れて北三ブラック、その後から7番オグリキャップ、そして13番メジロパーマー、さらに3番マチカネタンホイザ、少し離れて11番、すごいみんな頑張って走り寄るね。そしてその外を回って6番マチカネタンホイザ、こっちの方から14番成田ブライアン、スペちゃん頑張れ。いやーすごい、9番グラスタンダー、2人がすごいどんどんさん元気寄るね。これ追いつけるかいね、頑張れみんな。北さんブラックちゃんに追いつくね。おお、ダッシュダッシュダッシュ、頑張れみんな頑張れみんな、すごいばらけたねすごいばらけたね。どうなるねどうなるね、おー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 、あーすごい、逃げ切っちゃう逃げ切っちゃう、逃げ切っちゃったね、すごい。今から楽しみです、スタンダンブラック、見事に完勝、すごい。2着17番ベジロ、わーみんなすごいね、拍手拍手、いやーバジ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 、やっちゃった、いやーすごい、スペちゃん頑張ったね本当に。いやーみんなレースお疲れ様じゃよね。4着誰ね、いやーみんなお疲れ様じゃよ。え、みんなタイアリじゃね、みんなタイアリ、すごい楽しかったが、ねえ北ちゃんが逃げ切っちゃったね、ねえすごい、リトさんの北ちゃんが一番じゃん、すごい。5馬身も離したね、5馬身も。いやー、最後ね、コーナー越えてから。ねえ、クライシスさんお疲れ様じゃよ。ねえ、いやー、悔しいね、こっちも。いやー、でも楽しかったか？あ、流氷さんね、うん。ダートの中距離か、ダートのマイル。ねえ、みんな大ありだよ、本当にありがとう。ね、すごい、最後、大会の最後にこんな感じで、みんなと交流会ができてすごい楽しかったが。あ、現実のタイトルホルダーちゃんもこんな感じ？あ、マイティーさんもありがとうじゃよ。ね、リトハルさんもありがとう。またみんなで一緒に走りたいね、すごい。ね、すごい。パーマーちゃんもね、すごい。ゴルスちゃんも4本打つこうね。あの、あそこからすごい追い上げ頑張っちゃった。いや、みんなね、最後、わーってこう、外にね、広がれよったわ。ねえ、すごい。またみんなに走りたいね、これ。またね、すごい。あ、タイム。タイムこれ、3分？ねえ、ひよこちゃんね、すごかったね、人間。ね、減速線ターボ師匠じゃったね。トモピーさんのね、マツタンちゃん7位じゃよ、7位。よう頑張ったね、ほんとに。3分1は早すぎ。レコードなの、レコード。
パーマーの Z も来たちゃん。アニメじゃね、アニメのじゃね。くそ。いやー、みんなすごかったね。これはまたあれじゃね、ちゃんとレギュレーションを事前にお伝えして、その時にまたみんなの、ね、走らせる子出してもらった方が良さそうじゃね。ね、マジマンデーにならんかもしれんね。いや、みんなね、すごい。ね、一緒に走ってくれて本当にありがとう。菊花賞のレコード。ねえ、楽しみ。本当に新記録だったらびっくりじゃねえ。来月の札幌記念走る。ねえ、そうじゃね、そうじゃね。里のダイヤモンドちゃんがね。うん。ほいじゃん、ほいじゃん。よいしょ。今何時？あ、もう2時間経っちゃる。もう2時間経っちゃる。あっという間じゃねえ。ね。ほいじゃんほいじゃねえ。ちょっとさ、場所変えるから、ちょっと待って。いやー、でもすごい。楽しかったね、すごい。よいしょ、よいしょ。ねえ、YT さんね。大丈夫、大丈夫。ねえ、レースね、すごい。順位も大事かもしれんけど、すごい。みんなでね、すごい。一緒に走ることも大事だから、気にせんで大丈夫じゃんよ、すごい。今度はね、すごい。参加できんかった人もね、すごい。一緒に遊べたら良いなって、うつ思っちゃる。ん？ね。あ、競技場。ね、うちのこれどこの設定になっとるんじゃろうね、すごい。いやー、まさひろさんね、うちもすごい楽しかった。ね、あ、レコードは超えられない仕様になっちゃるの？ね、いつかはすごいね、ゲームだけでもすごいね、記録塗り替えたいね。いやー、じゅんさんね、うちもすごい楽しかったよ、本当に。みんなに集まってくれて本当にありがとうじゃにゃ。ね、こんな感じで、メインの企画と、最後にみんなでワイワイやって遊ぶ構成でやるとすごい楽しそうじゃね、これ。2回目はね、ちょっとまた、後半のところちょっと、もう少ししっかり練って、企画立てようと思うか？みんなありがとうじゃよ。ねえ、こっちさんね、本当に盛り上がったね。すごい楽しかった。ねえ、内田さんもありがとうじゃよ。ね、みんなみんなね、すごい。今日のレース、本当に参加してくれてありがとう。あ、ヒロスンさんね、うちも楽しかったね。すごい。やっぱりね、すごい。いろんな子がね、そう、お迎えできちょらん子がすごいね。画面でいっぱい走っちょるの見るとすごい楽しいね。すごい。またね、みんなの、うちが持っちょらん、すごい。可愛い子ったらすごいね、また、一緒にレース参加してすごい、見せびらかしてほしいが、すごい、見たい。ねえ、そう、いろんなレースに参加するの楽しい。あ、ねえ、そう。いや、うちも、今度ね、レオハイはね、ちゃんみ、頑張りたいと思っちゃるよ、すごい。配信でね、載せれる感じですごい。みんなと一緒にね、周回頑張りたいと思っちゃるね。周回まで行くかね、すごい。三人のチームの子ね、すごい。頑張って育成できたら良いなって思っちゃる。4000ね、4000。ねえ、KBY さんね、ちゃんみもね、すごい楽しみじゃね。レオハイが今度あれね、短距離じゃもんね、すごい。ワクワクじゃね。ほいじゃん、ほいじゃん。ちょっと待ってね。よいしょ。ここまで見てくださって、どうもありがとうございました。高評価とチャンネル登録、どうぞよろしくお願いします。
みんなね、今日本当に参加してくれてありがとうじゃよ。またね、またね、ルームマッチの企画また出たらね、すごい、みんなにご報告して、ねえ、みんなまたみんなが一緒に並んで参加できるようにちょっとね、頑張りたいと思うよ。ほいじゃほいじゃ。ね、こっからは、お名前呼びするね。包帯惑星さん、遊びに来てくれてありがとうじゃよ。キッシュさんも、遊びに来てくれてありがとうじゃねえ。スカイゼロさんも、遊びに来てくれてありがとう。あ、ねえ、そうね、そうね。あ、タッキーさんありがとうじゃねえ。スケジュールを作って。あ、推しのみの一参戦。うんうん。そうするね、そうするね。あ、ケミワイさんにそう、イベントストーリーもね、みんなで完走したいね、ちょっと。またね、ちょっとうちまだ解放できちょらんから、それがまた解放できたらご報告するが。かわちゃん、遊びに来てくれてありがとうね。ふかふかめしさんも、遊びに来てくれてありがとう。ポポさんも、遊びに来てくれてありがとうね。茶ののにゃんこさんも、遊びに来てくれてありがとう。ヘイストラさんも遊びに来てくれてありがとうね。ジュノさんも遊びに来てくれてありがとう。ムクロニットさんも遊びに来てくれてありがとうね。マルちゃんも遊びに来てくれてありがとう。ユルットさんも遊びに来てくれてありがとうね。ニトジンさんも遊びに来てくれてありがとう。ユキノさんも初見さんいらっしゃいだよ。遊びに来てくれてありがとう。あやさんも遊びに来てくれてありがとうね。ゼヌクさんも遊びに来てくれてありがとう。ラビニさんも遊びに来てくれてありがとうじゃね。サフラディンさんも遊びに来てくれてありがとう。センキュー。アイリンさんも遊びに来てくれてありがとうね。月城さんも遊びに来てくれてありがとう。マリアさんも遊びに来てくれてありがとう。ヒロさんも遊びに来てくれてありがとうね。リュウヒョウさんも遊びに来てくれてありがとう。ルードさんも遊びに来てくれてありがとうじゃよ。リトハルさんも初見さんいらっしゃいじゃよ。遊びに来てくれてありがとう。ひよこちゃんも遊びに来てくれてありがとうね。月の王さんも遊びに来てくれてありがとう。ジュンさんも遊びに来てくれてありがとうね。トリカラさんも遊びに来てくれてありがとう。クライシスさんも初見さんいらっしゃいじゃよ。遊びに来てくれてありがとう。ペースもね、すごい参加してくれてすごい嬉しかったが、ありがとうじゃよ。タッキーさんも遊びに来てくれてありがとう。つみきくずしさんも遊びに来てくれてありがとうじゃねえ。内田さんも遊びに来てくれてありがとう。下月さんも遊びに来てくれてありがとう。あ、クライシンさんね、またに企画したら遊びに来てね、待っちょるよ。下月さんも遊びに来てくれてありがとう。KBY さんも遊びに来てくれてありがとう。ヒロスンさんも遊びに来てくれてありがとうじゃよ。YT さんも遊びに来てくれてありがとう。ワクオさんも遊びに来てくれて本当にありがとうね。おじさんも遊びに来てくれてありがとうじゃよ。コタさんも遊びに来てくれてありがとう。トモピーさんも初見さんいらっしゃいじゃよ。遊びに来てくれて本当にありがとう。ヒロポンさんも遊びに来てくれて本当にありがとうね。マサヒロさんも遊びに来てくれてありがとう。コッチさんも遊びに来てくれてありがとうね。ダクちゃんも今日遊びに来てくれて本当にありがとうね。また遊びに来てね。はい、これで大丈夫かな。タッキーさん遊びに来てくれてありがとうね。アイビス様だしね。うん、おつむいじゃよ、おつむい。で、お主何者と、ときめきの生まれん。アイビス様だしもね、すごい、動画で見てみたいね、またみんなで一緒に。
コタさんにありがとう。ねえ、うちもね、すごい。新章キングちゃんまだ育成できちょらんかったから、今日ね、すごい。レースね、走らせれて、すごい良かったね。はい。おいじゃん、おいじゃん。今日のね、ルームマッチで、一番強い総大将を決めようと、ね、夜勤対リスナーのね、みんなの交流会のね、ルームマッチの配信を終わろうと思います。みんなね、すごい、遊びに来てくれて本当にありがとう。またね、次の配信は、ツイッターで告知すると思うから、よかったらね、次も遊びに来てね、待っちょるよ。ほいじゃ、ほいじゃ。みんな、おやすみなさい。お疲れ様じゃよ。おつまい。みんなお疲れ様じゃよ。またね、おやすみなさーい。